少年エミル役をやらせていただきました土村佳穂です。本日はありがとうございます。女役を演じさせていただきました近衛花です。教頭先生役の、水上隆史です。少年 H 線路で死んだ少年を演じさせていただきました大西彩香です。少年愛という役をやらせていただきました中里博美です。皆さんこんばんは、少年 N の役を演じさせていただきました土井しおりです。哲学少年の少年 F 役をやらせていただきました水本佳菜子です。今日は少しこの赤テントということで特別なオープニングもあったかと思うんですけれども、今回唐さんのところですのでやっぱりその演劇的な要素っていうのを、ちょっとやった方が面白いんで やりましたけれども、極力抑えて逆に言うとその映像の中で唐さんをですねもう一回ここの唐組の舞台に立っていただきたいという思いが強くありまして今もとってもお元気ですけれども、もっと元気な時の唐さんの姿、そして一緒にやった映画の、姿ですねを一回ここで立ち上げたいという思いがありまして、これは相当スペシャルなオープニングだったんじゃないかなというふうに思います。どうです佐野さん。おっしゃる通りです。ちょっとびっくりしました。僕も知らなかったので。そうですね、海ほおずきからもう随分経ってるもんね。みんな若かったね。あと吉田さんも見れたのは嬉しかったです。僕らからすると本当にとても光栄なことなので、とても特別な光栄になりましたね。まあ明日もありますけど、本当に唐十郎さんに感謝したいというか唐組の皆さんに感謝したいという思いがすごくありますね。この映画はですね、とても小さな映画で全部出てますけど、作ったのも、学生と私たち、そしてその公開形態も全部学生と卒業生と私だけでやっております。それでもちろんその宣伝媒体等も全然持っておりませんので、Twitter、Facebook だけで今やってる状況です。だから皆さんどうぞ今日お取りになったものをよかったよっていうことで皆さんが本当に支えてございます。学生たちも本当によくやっておりまして、こうやってだけで一個一個こうなんか少しずついろんな方に知っていただけるのがとても嬉しいと思います。それでこの弥勒フィルムオーケストラバージョンはまた来年もいろんな全国各地に回りますが、さっきも言いましたように映画版の方がですね、音楽が固定している方ですね、9月26日から、シネマジャック&ベティで6ヶ月のロングラー、そして来年の2月から渋谷オーディトリウムを皮切りに全国、に映画版も回っていきますので、ぜひそちらの方も見ていただいて見比べていただければと思います。映画版の方はですね10回見ていただくと生涯タダというどこの劇場を持っていても全部タダという死ぬまでですねチケットになっておりますので、ぜひ映画の方も応援していただければと思います。あとどうぞパンフレット買ってください。我々サインいたしますのでどうぞよろしくお願いします。それなんか一つ一つのことが皆さんのことが我々に伝わってきたり我々がの気持ちが伝えられてるこの今こういう形がですねまた映画の新しい形になればなるかもしれないと思ってやってる我々は本当にとても嬉しくやっております。今日も赤ペント、やっぱりここでやるとその劇的ですよね。とともにやっぱり唐さんがやられてる演劇の素晴らしさが対比の中で分かってきてそこは本当にとても勉強になったというか感激しましたし良かったと思います。また明日もありますので今日続けてもう一回見たっていう方は明日は多分セリフが入ってると思いますのでぜひまた今後もどうぞ来年も1年ご支援いただければと思います。今日はありがとうございました。